文学部教授である確率の方がコンピューターに関する著作のある文学部教授である確率よりも、えー、低いっていうことは、まあ、論理的にありえない。しかしながら私たちはそうした間違いをやってしまうんですね。でここにはあの実は概念あカテゴリー化っていうものが深く関係しています。 こんにちは鈴木博明と申しますで、えー、今日はですねあの認知バイアスという話をしますがあの認知バイアスの話はすでにまあ2つのまあトピックについてすでにあの収録がされております。で、えー、と今日はですねその認知バイアスの中でも概念というものに焦点を当ててお話を進めていこうと思います。 えとこれはですねこの詳しいお話は左下にあります「あの誰もが陥る認知バイアスとは何か」っていうもうすでに収録されているものですけれどそれの、まあ「認知バイアス入門」というところにである程度詳しくお話ししています。えー、ですのであの今回は、まあ、あの軽くというかあのさっと流すような感じでお話をしていきます。 でまずですね、世界からまあ情報が入ってきます。そうすると、えー、私たちはその中の一部に注意を向けて、それを知覚します。そして、そのうちの一部が、今度は記憶っていうところ、まあ、記憶って言ってもですね、いわゆるあの思い出とかっていう意味での記憶ではなくて、あの頭の中の作業場なんですね。これ、専門用語ではワーキングメモリーっていうんですけれども、まあ、そこに伝わります。 そしてそこに伝わった情報がどういう情報なのかそれは何なのかっていうことを判断するっていうプロセスがあります。これがカテゴリー化ってここに書いてあるものなんですね。でこのカテゴリー化を支えているのが概念です。そして目の前のものがどういうものかっていうことが分かるとそこから自分は何をしようかとかですねプランを練ったりとか え、何か、こういう、これからこういうことが起きるんじゃないかっていうような予測をしたりとかっていう、そういう思考のプロセスっていうのが入ってきます。そして、まあ、ある時には、そういう、その内容を他者にですね、言語を使って、まあ、言語的なコミュニケーションを通して伝えて、まあ、他者と共同するとか、まあ、そういうような流れがあると思います。で、えっ、ー、と、このすべての、まあ、ステップというか、プロセスに、 あの、有名なバイアス、認知バイアスというものが関与しているんですけれども、今日はその中でも、この、まあ、概念、カテゴリー化における認知バイアス、特にまあここに代表性ヒューリスティックと書いてありますけれども、これに焦点を当ててお話をしていこうと思います。最初にですね、問題を解いていただくんですけれども、こういう問題です。リンダは、 独身で31歳の率直な女性である。彼女は大学で哲学を専攻して社会正義の問題に関心がある。こういう記述が与えられます。そしてその後にですね、えっ、ー、と、実験に参加した人たちは、リンダが銀行員である確率、それからリンダがフェミニストの銀行員である確率、この二つを書いてください。 っていうようよなことを言われますこの問題は非常に有名な問題でしてノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンという、まあ、大変に有名な、まあ、心理学者でありかつ経済学者でもあるっていう、まあ、その彼たちが作った問題なんですね。さあどうでしょうか大学などでこれを学生たちに解いてもらったりするとまあほとんどの場合ですね、えー こういう回答が出てきます。まあ、あの、もちろんこれは正確に0.38とかですね、0.57とかってそういう値はもちろん出せるはずなくてですね、具体的な値はまあどうでもいいんです。で、ポイントは何かっていうと、1と2でどっちの方が多いってと言ったかっていうことなんですね。で、ほとんどの人は2の方が確率が高いっていうふうに判断します。で、えー、 残念ながら、それは間違いなんですね。で、もう一つ問題やってみましょう。これは、えっと、東京大学の名誉教授に、まあ現在なっている市川慎一先生という方が、まあある本の中で作っていた問題です。えー、田中さんは高校時代から数学に抜群の成績を収めていた。彼は、やや冷たい感じの男性で、 論理的合理的な思考を最も得意としていた。そして、この田中さんは20年後にですね。大学の教員になっていた。で。さて、ここで3つのものが出てきます。文学部教授コンピューターに関する著作もある文学部教授理学部教授でこれをなっていそうな順番に並べてください。というような問題です。 で、これも、まあ皆さんどういうふうにお考えでしょうかえー、皆さんのお考えは私は直接知ることはできないんですけれども、大学などで大勢の人間に、学生に解いてもらうと、大体ですね、まあ、3、2、1の順になる。まあ理学部教授が一番なってそうだ。で、そうじゃない場合は多分コンピューターに関する著作もある文学部教授なんじゃないか。で一番なってそうもないのが文学部教授なんじゃないか。 こういうふうに考える人たちが大多数なわけです。これも正解というものはないんですけれども厳密に一つの答えが正しいということはないんですがやっちゃいけないことが一つだけあるんですね。それは1と2の順番なんです。2の方が1よりもなってそうだって考えるのはこれはダメなんですね。で ええと、これ、どうして、そういうこと、あの、先ほどのリンダの問題と教授の問題、どうして、あの、皆さんの、まあ、多くの方が考えそうなことが間違いとなってしまうのかということを解説いたします。ええー、と、これ、あの、先ほどの問題に、連言錯誤って書いてありましたけれども、その、連言っていうのは何かって、これは論理学用語なんですね。英語で言うと、コンジャンクションって言って、あの、A かつ B ってやつですね。 でえー、とその問題が絡むから連言錯誤っていうのでフェミニストの銀行員っていうのは連言なわけですよね。フェミニストっていう集合と銀行員っていう集合の、まあ、重なった部分ですね積集合ですねこれがフェミニストの銀行員なわけです。でこの図では真ん中に赤い点々点が打ってあるのが分かると思います。でこの図を見れば明らかですよね。銀行員の 部分なんですね、フェミニストの銀行員というのは。その部分になっている確率が、それを完全に包含している、銀行員である確率を超えるっていうのは、それは、まあ、非合理的と言わざるを得ないわけです。これ簡単な話ですけれど、要するに、あの、もっと簡単に言うと、文脈を変えるとわかるんですね。それ、例えば、えっ、ー、と、ある人間が、 女子大生であるか、大学生であるか、どっちの確率の方が高いかと言われたときに、女子大生の方が高いって言ったらおかしいですよね。女子大生は大学生なんですから、そういうこと、それと同じことなわけです。で、同様に、あの、教授問題っていうのもそうでありまして、コンピューターに関する著作のある人っていう集合と、 文学部教授っていう集合の交わり部分ですね。連言ですね。ここがコンピューターに関する著作のある文学部教授なわけです。ですので、えっ、ー、と、文学部教授である確率の,、えー、との方が、コンピューターに関する著作のある文学部教授である確率よりも、えー、低いっていうことは、まあ論理的にあり得ないわけです。しかしながら、 私たちはそうした間違いをやってしまうんですね。で、ここには、あの、実は概念とかカテゴリー化っていうものが深く関係しています。そこで、えー、概念、カテゴリー化についてご説明したいと思います。で、まあ、今度もまた簡単な問題。今度は本当に簡単です。えっ、ー、と、これは何でしょう もちろん言われるまでもなく犬ですよね。プードルとお答えになる方もいるかもしれません。だから、これは何でしょうかもちろん時計ですよね。では、これは何でしょうか運動会ですね。というふうに、まあ私たちは与えられた情報が何であるかっていうことを、まあ、判断、多くの場合できるわけです。 でこ,うこ,のこういうその与えられた事物っていうものが、えー、何かっていうことをあの判断する心の働きをカカテテゴゴリー化カテゴリゼー化ゼションいいうふうふに言います、まあ、ここに書いてありますようにカテゴリー化っていうのはある特定の事物をある集合まあカテゴリーですねのメンバーとみなす心の働きのことです。大変重要ですよね しかしての,認知の基本にあると言っても間違いではななないいくらい大事な心の働きなわけですそしてこのカテゴリー化っていうものは何でカテゴリー化ができるのかっていうとそれは私たちがそれについての概念を持っているからなんだと多くの研究者が考えています。概念とは何かっていうとまあ事物とその集合について 経験を通して得られた知識のことです。えー、先ほどの、えー、犬とかですね、こういうのもですね、あの私たちは生まれてこの方山のようにいろんなタイプの犬に出会ってきていますよね。で、そういう経験を通して犬これは犬なんだなっていうことがわかるわけですね。時計も同様です。運動会も同様ですね。 だから、まあ、経験を通してって書いてあるので例えばその3枚目の運動会っていうのは、えー、運動会をやらない国っていうのは多分すごくたくさんあると思うのでそうした国の、まあ、人たちはこれは何をやってるのかっていうのは体操ですかみたいなことは言えるかもしれないけど運動会っていうふうには言えないと思います。 で概念は、まああの、伝統的には内包と外縁っていうものからなっていると言われてまして、まあ、あの内包っていうのは、まあ、その概念の定義とか、あるいはその集合のメンバー、事例ですね、が、まあ、共通に持つ性質。まあ、その性質は一つとは限りませんので、まあ、性質の束みたいなものですね。で外縁っていうのは、まあ、その集合に属する事例。 ですね。いろいろなまあ,あの運動会とかいろいろな犬とかっていうのがいるわけですよね。でそういうものがまあ会となります。であの先ほど申し上げたようにあの概念っていうのはあの認知のすべての認知の基本にあるようなものです。のでまあいろいろまあそれを持っていることによっていいことがあるわけですね。えー、ここにまあ2つだけ挙げましたけれども過去の経験の再利用というのが挙げられます。 例えば、えっ、ー、と、犬のお腹を以前、こう、撫でてあげたら、犬がすごく喜んでた。っていうようなことがある。そうすると、今、今度、目の前にいる犬にも、そうすれば、え、喜ぶんじゃないか。とかですね、あるいは、ひどいことすれば、噛みつかれるとか、だから、ひどいことしないようにしようとかって、まあ、そういう過去の経験っていうのを再利用できるわけです。 だからもう一つは不可視な特徴の推測。目の前に与えられている事物っていうのはその全てが見えたりとかしてるわけじゃないわけですよね。運動会のあの写真でもですね、えー、なんか踊りを、みたいなのを踊ってたと思いますけれども、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、それを見ると、私たちはそのそ、それしか見えないわけだけど、その後に、えー、綱引きあるだろう。 とか結構あるだろうとかそういうことっていうのを予測見えないものを予測することができるわけです。まあ、こういう、まあえー、大変重要な機能というのを、まあ、概念というのは持っているわけですね。